公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。シーノ代表の篠崎です。今日は通勤の時にですね、どうしても皆様にお話ししたいことがあると思いましてですね、このような動画を撮らせていただいております。初めまして。私は埼玉県川越市でですね、美容室を経営しております篠崎と言います。少しの間お話お付き合いお願いします。ちょっと眩しいんで、サングラスですいません。ですね、今日お話しする内容はですね、まあなんとかウイルスのせいでですね、なんか就活とかそういったのもですね、ちょっとままならない、学生の方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、美容室としてはね、やっぱりなかなかこう人を取るとか取らないとかっていうところで言うと、先行き不透明な中ね、難しい状況ではあるんですけれども、まあ、シードの場合はね、ちょっと移転をしまして席数がないっていうのもあるんですけれども、なかなか求人は難しいなっていう感じはしてまして、1名欲しいんですけれども、ちょっとスタイリスト数が足りてなくてですね、なかなか新卒で、採用するのは難しい状況ではあるんですけども、面接はしたいと思います。それで1名は枠が空いてますので、もしね、どうしても市ので働きたいっていう方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。申し込んでください。まずサロン見学からですね。はい。それでね、今日お話しする内容はどういう内容かというとですね、これから美容室を選ぶにあたり、どういう美容室を選べばいいのかっていうのをですね、まずその ベースがあります。でこれはね、どういうことかっていうとですね、お店の規模とか、それから、先輩がどうとかね、福利厚生がどうとか、そういったのっていうのはね、福利厚生は見ればわかるけど、実際問題、就職してみないとわからない的なことはやっぱりたくさんあるんですよ。でその中で これは、就職する前から分かって、ここは絶対にこうの方がいいっていうのがあります。でそれ何かっていうとですね、これから就職の皆さん必ず見てほしいのは、お店のですね、料金表です。で料金表、それとそれはデフォルトね、デフォルトっていうのはもともとの定価の金額を見てもらいたいっていうのと、それからそのお店がですね、ホットペッパー等にクーポン等を出している場合、そのクーポンの金額も見た方がいいです。それを2つですね、見てもらって、でどのようなお店を選べばいいかっていうとですね、バカ高いのもやっぱりちょっと難しいと思います。でバカ安いのもちょっと難しいと思います。なので平均的な金額のところであれば、まあ、ほぼ間違いないかなと思うんですけど、じゃあ平均的な金額ってどうやねんっていう話になるんですけど、学生さんの立場だとよほど、例えばお金がたくさんある方とかですね、そういう方以外はですね、皆さん奨学金等で行かれながらですね、一生懸命バイトしてお金を作っている状況だと思いますので、安ければいいっていうような感覚が非常にあると思うんですよ。ただね、僕が思うに美容室の美容師さんっていうのは一生懸命ですね、練習して、土日も休みじゃないわけじゃないですか。一生懸命勉強して、先輩にダメ出し食らいながらですね、モデルがいない中一生懸命モデルを準備してですね、でカットしてモデルの前にこうこうだよなんて言われて、また嫌な思いしながらですね、やっとの思いでスタイリストデビューするわけですね。でそれをですね、カット料金2000円とかいうところでですね、僕は安売りをしたくないと思うし、自分もそれなりにですね、ちゃんと勉強してきた自負もあるので、それは違うだろうって思うんですよ。で寝頃の値段どのくらいかなっていろいろ調べたんですけれど、まあ、地域によってかなり
ちょっと上下はあると思うんですが、一般的ですよ。一般的に、ご来店してから、仕上げて、はいお疲れ様でしたって言って帰るまでの時間がですね、時間、10分1000円っていう風な料金のイメージでいいと思います。ってことはですね、まあ、大体なんですけど、カットは10分15分で終わるにしても、まあ、シャンプーしてマッサージして乾かしてブローしてスタイリングしてって考えると、やっぱりもう 4,50 分って考えると、予約の枠で言ったら1時間じゃないですか。で、予約の枠1時間っていう風に考えると、やっぱりですね、カットは、6000円ぐらい、のイメージまでがいいんじゃないかなと思うんですね。で、予約枠で言うとですね、30分刻みのお店が多いと思うんですよ。で、30分っていうと、まあ、3000円までぐらいかなっていうふうに思うんですけど、カットの予約を30分刻みで取るっていうのはなかなかハードルが高いと思うんです。一人で仕上げてる場合ね、一人で、マンツーマンで仕事をしてる場合、要するに、ね、こうアシスタントがいてアシストしてくれる場合には30分刻みで予約が入ってもなんとかなりますけれども、一人で仕上げる場合には30分でカットが入ってくるっていうのはなかなか結構大変だと思います。ただ できなくはないけど、で、30分刻みで入ってくるなら3000円以内でも僕はいいと思うんですけれど、やっぱりね、カットイコール1時間枠って考えると、やっぱり6000円までかなっていう感じはしています。まあ、もちろんそれ以上もらえるなら全然もらった方がいいと思いますけど、ちなみに篠崎は今カット料金は5450円が今篠崎のカット金額になってます。で、まあ大体1時間ぐらいで仕上げてると思うんですね。できればもうちょっともらいたいなっていう気持ちもありますけども、まあ川越っていう、埼玉県川越市っていう土地柄もあり、まあこのぐらいが妥当なラインではないかなっていうか、6000円いくとすごく高いなっていう感じはする方が多いんじゃないかなという感じがしています。まあ高くてもね、気に入ってくれればもちろんお金を払ってくれると思いますし、それも間違いじゃないと思うんですけども、なのでですね、まず選ぶときに、1時間カット1時間枠で取ってるならどのくらいの金額感なのかなっていうのを見てもらって、まあ大体、5000円前後ぐらいの金額であれば5000円から6000円、4000円台だとちょっと安いなって感じはしますけど、4000円台から6000円台の間ぐらいに収まっていれば、そこそこ普通のお店じゃないかなと思います。ただこれはね、基本料金であり、例えばですね、ホットペッパーに半額で出てるとかいうとですね、もういくら美容室が頑張って SNS を更新したり、いくら頑張っていろんなことをやったところでですね、ホットペッパーなんですよ、残念ながら。検索してかかってくるのもホットペッパーだし、予約取ってくるのもホットペッパーだし、料金表を見るのもホットペッパーだし、全部ホットペッパーになってしまうんですよ。だからクーポンが例えばカット4000円の半額で2000円でカット出してますっていうお店だったら、もうその店は僕は2000円のお店だったと思うんですね。で、その方はもうずっとホットペッパーで来て、じゃあホットペッパーじゃなくて、普通の料金に変わりました4000円ですって言ったら多分来ないんですよ、絶対。まあほぼほぼ来ないでしょうね、半年以上だったら。だからホットペッパーの金額と基本料金があまりにもかけ離れてるっていう場合もですね、ちょっと違うかなと思います。例えば、まあ、10% 引き、20% 引きぐらいだったらまだいいかもしれないけど、やっぱ半額とか なるような店だと、その半額の金額がそのお店の、カットの料金になってくると思うんですよね。だからホットペッパーのクーポン金額っていうのを調べておくのもすごく大事だと思います。そこでですね、あまりにも安い、要するに半値って書くと2000円台とかいうふうな金額でされているところっていうのは、まあどうかなと。自分が、学生さんが、自分がですよ、これからその、まあ大体、まあ昔ほどじゃないけど、美容師、そんなきつい仕事じゃないけど、昔ほど。だけど、自分が一生懸命練習して、やっ
っとスタイリストになって、それからも一生懸命勉強してて、でお客様に可愛くしよう、かっこよくしようと思って一生懸命やってる人がですね、カット1時間枠で撮って2000円、それから5000円、自分はどっちの料金もらいたいのかっていうのをね、よく考えると言います。その2000円が悪いとかじゃないんですよ。私は一生懸命勉強した金額で、2000円でたくさんの、方を可愛くしてあげたいって思うのももちろんこれも間違いじゃないから、それはそれでいいと思いますけども、僕のアドバイスとしては、一生懸命勉強したのに1時間2000円はないでしょ、どうなの、それいいんですかって、思うのでね。なので、とりあえずは寝頃なある程度納得できるカットの金額、自分が一生懸命勉強してお客様にいいスタイルを提供した上で、あ、このくらいはやっぱりもらいたいなっていうような金額を考えた時に、まあこのくらいの金額かなっていうようなところの、イメージをしておいてほしいんですよね。それでその、金額に近い、それよりも高い、間違っても安いところじゃなくて高いところを、まずそのこの店いいかなと思ったら料金表を見て調べておくっていうのを最初にしていただきたいなと思います。お店の雰囲気とか、そういったのも大事だけど、まずそこよりも一番、大事なところはそのお店のその価値、カットの金額、そういったのを見といていただいて、自分が納得する料金体系のお店に、行くということが大事ではないかなと思います。そこからです。そこからですね、いろんなことが見えてくると思うんですよね。福利厚生どうだとか、休みがどうだとか、先輩どうだとか、そういったところですね。まず一番最初に見るべきところはカット金額、ぜひそこをしっかり見てですね、決めていただきたいと思います。それではこの辺で失礼いたします。今日も素晴らしい仕事をできるように深呼吸をして、いい自分の状態でやっていこうではありませんか。それでは失礼します。あ、バッグ怖え。失礼します。さようなら。やっぱ一発じゃ入んねえんだよな。はい、仕事行ってきます。